ほらクリスちゃん、そこに座って、もう始まっちゃうよ。だから私はラジオなんか出る気はないって言ってるじゃない。でもね、オカリンが言ってたよ、マユシ一人にパーソナリティを任せたらすごくグダグダになるからって。ああ確かにそれは心配ね。決まりだね。クリスちゃんと一緒にラジオだ。ちょ、お、待ちなさいって。私一言でやると。シュタインズゲートラジオ、未来ガジェット電波局。皆さんこんにちは、椎名真由里です。マユシーって呼んでね。そして、はめられた気がしてならないわ。あれクリスちゃん、オカリンが書いた台本と言うことが違うよ。ここはね、自己紹介をするところなのです。マキセクリスよ。この番組は10月15日発売予定のXBOX360 専用ソフト、想定科学アドベンチャーゲーム、シュタインズゲートの番組だよ。その名も、未来ガジェット研究所からお届けする、世界に混沌をもたらすためのラジオ、未来ガジェット電波局です。え、何それ、もう軽いやつ、変な台本書いて。まゆり、真面目に読まなくてもいいわよ。でもね、せっかくオカリンが頑張って徹夜で書いたんだから、マユシーは読んであげたいな。だって世界に混沌をもたらすとか中二病もいいとこ。ちょっとそこのオカベ、そのカンペ何よ。俺はオカベではなく法院京馬だ。ワラス。未来ガジェット研究所っていうのはマユシーたちが所属している発明サークルのことだよ。秋葉原にあるんだ。このラジオもね、そこからお送りしているのです。発明って言っても役立たずのガラクタばっかりじゃない。でもね、クリスちゃんが来てからタイムマシンよ。マユリ、それ金属事故みたいよ。オカリンがカンペ出してる。そうなんだ。とにかくね、すごい発明をしている4人だけのサークルだよ。このラジオのディレクターのオカリンが設立したんだ。オカリンってのは岡部凛太郎の通称ね。まあ自称は法院京馬っていうことらしいけど、それはチラシの裏にでも書いてなさい。出だしはこんな感じでいいのかな。いいんじゃない。じゃあ終わりでいいわね。私帰っていい。ダメだよ。オカリンが言ってたけどね、クリスちゃんは客寄せパンダなんだって。客寄せパンダ？うん。でね、他にもいろいろ言ってたけど、なんだっけ？クリスちゃんはクリスティーナ！オカで！何バカなカンペ出してるのよ！人の名前を勝手に改変するな！クリスちゃんは助手！違います！クリスちゃんはアットチャンネル！違うわよ！安価でおっぱいウップするほどの筋金入りのビッパー？そんなことせんわ！口癖は、マットな実験するを、キリです！ああ、あら。ねえよ、オカベ！完璧に好き放題書いてるんじゃない！もう、前にも読まないで！でも、アットチャンネラーなんだよね。あのね、恥ずかしいことなんて何にもないって、マユシは思うな。アットチャンネラーだよね。ああ、いや、それは、だから、ねえ！エグザクトリー！その通りでございます。よかった。密だ。そんな感じで、このラジオはお届けしていきたいなって、マユシーは思うのです。みんな、最後まで聞いていってね。そんな感じって、こんな感じ？本気で？だとしたら私の人生終わった。シュタインズゲートラジオ、未来ガジェット電波局。
チパチ。このコーナーはシュタインズゲートに登場する用語を解説しちゃおうっていうコーナーです。お答えするのは18歳にして飛び級で大学まで卒業しちゃった天才少女クリスティーナ博士です。ティーナはつけなくていいから。まあ意外と真面目そうなコーナーね。だが断る。諦めたらそこで試合終了だよ。岡部が説明すればいい。ん？何よそのカンペ。俺は機関に追われてる身だから公の場に出れば血の惨劇が繰り返されるですって。岡部中二病をつでね。クリスちゃんじゃなくてクリスティーナ博士、今日のテーマは想定科学アドベンチャーについてなのです。マユリってマイペースな子よね。よく言われるよ。まずはその想定科学アドベンチャーシュタインズゲートのあらすじから紹介した方がいいかなって思うんだ。ではクリスティーナ博士どうぞ。はいはい、読めばいいんでしょ。読めば。岡部凛太郎、通称オカリンは未だ中二病から抜け出せない大学生。自称狂気のマッドサイエンティスト鳳凰院京馬を名乗っている。未来ガジェット研究所というメンバーわずか3人だけの発明サークルを秋葉原に構え、へんてこな発明をする日々を送っていた。そんな彼らが新たに発明した未来ガジェット8号機電話レンジには、偶然にも岡部たちが意図しなかった驚くべき機能が隠されていた。なんと過去へと電子メールを送れるというもので、すなわちこれはタイムマシンだったのだ。タイムマシンについて調べていくうちに、セルンというヨーロッパの研究所がミニブラックホール生成実験に関連してタイムマシンを作ろうとしているという情報を得る。そんなある日、岡部はアメリカの学術雑誌に論文が載ったという若干18歳の少女マキセ・クリスと出会う。だが岡部はそのマキセ・クリスが数時間前にラジオ会館の屋上で殺害されているのを目撃していた。一体なぜ彼女は生きているのだろう。セルン・ジョン・タイター、幻のレトロ PC IBN5100、 タイムマシン、バタフライ効果、タイムトラベルにおける11の理論、いくつもの要因が偶然に重なり合った時、秋葉原に本拠を置くサークルのメンバーたちに世界規模の未来への選択が委ねられた。わあ、なんだかすごいことになりそうだね。何よこれ。私は生まれてこの方一度も死んだことはない。勝手に殺さないで。そんな想定科学アドベンチャーシュタインズゲートでね、マユシーはとっても気になる言葉があるんだ。想定科学アドベンチャーってどういう意味なのかな。それは、ここからはね、説明するとき語尾に絶対ダオってつけなくちゃいけないんだって。は、真面目なコーナーかと思ったらこのモノマネをする羽目になったでござる。じゃあよろしく。え、本気でやれっていうの。その目は本気ね。私の恥部をネット上に晒して祭りを煽るつもりね。クリスちゃん大丈夫？オカリンがもしかしてこんな簡単なことも説明できないのかってカンペを出してるけど。できるわよ。私はあんなバカとは違うんだからね。想定科学アドベンチャーについてだったわね。これは科学アドベンチャーシリーズの第2弾という位置づけなの。このシリーズ。待って待って、ダオをつけなくちゃ。これは科学アドベンチャーシリーズの第2弾という位置づけだお。このシリーズのコンセプトはズバリ 99% の科学と 1% のファンタジーだお。可愛らしい女性キャラクターと海外ドラマみたいなハラハラドキドキのシナリオが特徴なんだお。かわいい。いや、それにしてもこの博士ノリノリである。ちなみにシリーズ第1弾は PC や XBOX360 で好評だった妄想科学アドベンチャーカオスヘッドだ。今回
回も企画原案シナリオはカオスヘッドと同じスタッフなんだよ。でも別に続編ってわけじゃないよ。世界観は同じだけど全く別のお話だお。今回の舞台は秋葉原で扱ってる題材はタイムマシンものなんだお。タイムマシンって過去とか未来とかに行けちゃうっていう装置だよね。そうよ。そうだお。シュタインズゲートには過去へメールを送ることができるっていうタイムマシンが登場するよ。もう許して。どうしてこうなった。あのね、クリスさんはとっても痛々しい人に見えるけどね、本当はすっごく頭がいいしとっても可愛い女の子なんだよ。それにね、マユシーを心配してこうして一緒にラジオに出てくれてるでしょ。冷たそうに見えて実は優しいのです。ありがとうクリスちゃん。マユリはいい子だお。岡部の台本やカンペなんかよくやりさえ入らなければ。だけどシュタインズゲートや科学アドベンチャーシリーズについてもっと知りたい人は公式ホームページを覗いてみてね。以上、クリスティーナ博士の想定科学講座でした。クリスちゃん、クリスちゃん、次のコーナーに行く前にね、過去へとメールを送るんだって。過去を変えるつもり？うん、そうするとね、変えた過去が現在にも影響してマユシーたちが中の人に変わっちゃうんだって。じゃあメール送信。というわけで、ここからは今井あさみと原田あかながお送りしていきます。イエーイ、やっと喋れたぞ。本当に。はい、1回目始まったのでよろしく、はい、かなちゃん、お願いしますね。いやー、もう本当に。それでは早速コーナー行ってみようぜ、はい、うそ、本当、未来ガジェット実験室。あ、なんか自由に喋れるってこんなに幸せなんだなって今改めて思った。いや、特にクリスは、うんうん、めっちゃ突っ込んでるじゃないですか。気づいちゃった。なんかどうしてこんなに汗がタラタラ出るんだろうみたいな。またね、あの本編終わった後もこんなに難しいことたくさん言うとは思いませんでしたね。はい、というわけで、はい、未来ガジェットというのは、はい、ゲーム中に登場する主人公たちのサークル、はい、未来ガジェット研究所で発明されたヘンテコ発明品のことです。はい、うん、今のところ1号機から8号機まで完成していて、うん、その8号機電話レンジこそがタイムマシンだったわけですね、うん、最初さ、はい、電話レンジって誤植だと思わなかった？私もです。やっぱり電子レンジって読もうそうになりました。最初だからずっとちゃんとこう読んでたんだけど、はい、しってしって2、3個やった後に、はい、あ、和でいいんだ。和で合ってるね。モーター戻す。そうなん、電話レンジなんですね。そうなんですね、はい、でもこのコーナーで使うのは8号機そのものではございません、はい、シュタインズゲートの数量限定版についてくる、うん、未来ガジェット3号機。もしかしてオラオラですか？あの、これ何なんですかね。これですか、はい、説明するとまあちょっと長いんですけど、はい、あ、そうなんですか。JOJO 的なですね、はい、あの、まあ、漫画のですね、はい、敵がこう主人公たちに、あ、ひょっとして僕殴られるんですねっていう時に、はい、オラオラって殴られ、あ、これ説明すると長いね。何かの流用なんですね。そうです。って要するに、まあ、嘘発見器ですね。はいはいはい。なのでこれを使って私たちがお互いにいろいろ質問をしちゃおうっていうコーナー。あらあら、これを使って。そう、ちなみに、かのちゃんは、はい、嘘つくのは、はい、どっち系ですか？どっち系？割とこう、バレちゃうタイプ。あの、本当についちゃいけない嘘というのはバレますね。うん、ただ、なんかどうでもいい嘘とかは、別になんか流されるので、うんうんうん、はい。私割と、こう、バレないと思って、ってたら、はい、ここ最近すごい言われるようになったの、はい、本当ですか？なんか今井さんすぐバレますみたいな。え、なんでしょうね。私は全然あのバレてるつもりない。瞬きすっごいしてるんじゃないですか？してるのかな。いや、逆にしてないのかもしれない。本当すぎてみたいな。これ以上触れてくれるなみたいな。
はい。というわけで、はいはい、このね、未来ガジェットさん。これが本物です。じゃーん。わー、かわいい。かわいいね。はい。これがついてくるってすごいですね。うん、すごいよね。なんか、ね、でもこれで遊べるっていう。そう。しかも後ろ見たらなんかね、ここにね、ちゃんとスタインズゲートって印字されてんの。あらららら。電池入れるとこに。いいですね。すごいです。かっこいい。そう。これが、何やら、はいはい、こう、指を当てると、はい、発汗作用を検索するみたい。へぇ、検索する、うん。うん、検知する。検索。検知してない。探知する。発汗量を探知して、針が反応して、はい、これが、例えば質問して、はい、いいえって全部答えなきゃいけないんだけど、はいはいはい、それがもし嘘だったとしたら、この数値がピピ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 ボーンってつくんだって。ピボーンってなると、うん、あ、それは嘘なんですね。嘘をついてるなって。なるんだ。はいはいはい。そうなんですね。なので、じゃあ1回目はどっちかが答え、はい、はいはい。何ですか？私が質問します。え、ずるい！ちょっといやいや、そこはもう、うん。今井さんからしかありませんよ、選択肢は。ええー。そう、確かに、これ触ったことあるの私だけどさ、まだ。そっか。じゃあ、お願いします。なんか、かなちゃんに言われると、なんか、うんって言っちゃう。さあ、早く構えて！わかりました。全部で5問、うん、5問全ての質問にいいえで答えてください。はい。まずは鳴らし質問です。はい。私の名前は今井麻美である。あ、注意ですか。ちょっと待って、ちょっとセッティングが今いかなかった。すい反応しまくり、ピッピッ押す。はい、よし、できました。はい、ではではいきますよ。私の名前は今井麻美である。ん、いいえ。ちょっと待って、本当は誰なんですかね。ちょっとガジェットさん、本当は誰なんですかね。我が輩は我が輩は花沢かなだよ。違う。あなたがここにいますから。かなだね。そんな喋り方ですか。次行きます。いいですか。どうぞ。私は花沢香菜が嫌いだ。え、ちょっと待って。花沢香菜が嫌いだ。いいえ。よし。ああ、よかった、セーフ。好きだよ、香菜、ね、ちゃん。ありがとうございます。愛してるよ。なんすか、これ。ダメ？そういうのダメ？いいですけど。入れないでよ、普通に。はい、次。はいはい、よかったですね。うん、はい、よかった。次いきます。はい。実はまだ、うん、シュタインズゲートの内容をよく理解できていない。あ、ピッてなった今。いいえ。あ、いいえ。あれ？いいえってことは理解できていないいますってことです、ね。よっしゃ、よっしゃ。当たり前じゃない。何言ってんだよ、かなちゃん。いや、それはね、うん、もうクリスは全部を分かっている立場。あのちょっとおとなしくしてて。お願い。はい、早く次。じゃあ次いきますね、うんうん。実は、マキセクリスよりも、シーナ・マユリアとやりたかった。これ何ですか。いいえ。よし。いや、ぶっちゃけた話。はい、うん。マヤシーは無理だよ。そんなことはないですよ。独特ワールドすぎだろみたいな。花沢香菜ワールド全開みたいなことがありますよね。いやよかった。ほら、見たらクリスだって無理ですよ。いやいや、こりゃいけんじゃないの。はい、次。はい、次。私なら、もっと椎名真由美を可愛く演じることができる。ちょっと待って。それさ、私さ、クリスでいいって今言ったばっかりじゃん。早く答えてください。わかんない。いいえ。いいえ。ちょっと待ってよ。いいえ。よし。お、よかった、うん。そうですね、そういうことですね。うん、はいはい。ちょっともう、なんで後からちょっとつくのよ、これ。実は思っていたと。実はね、思ってたから。あ、何ですか、これ。どっちですか、これ。思ってないでーす。思ってないですよ。これは、やる流れですか、これは。やりませんよ。怖い。はい、今日はもう、はい、終わりますか。うん、はい。はい、じゃあ終わり。はい、というわけで皆さん、限定版をゲットして、皆さんも、こん
急に激しく動き出した以上、嘘本当未来ガジェット実験室のコーナーでした。ここでお知らせです。はい。はい、リスナーさんの皆さんからですね、おはがきを募集しています。はい、まず一つ目は、嘘？本当？未来ガジェット実験室のコーナーで、私たちにこんなことを、嘘発見器を使って聞いてみたいという質問。これさ、やっぱさ、ちょっと、はい、ちょっともうなんか心が折れるような質問をやめようよ。そうですね。うん、よく考えて送ってきて。私たちの未来を考えて送ってきてほしいね。はい。で、二つ目はですね、はい、本意ではありませんが、うん、クリスティーナ博士の想定価格コーダで取り上げてほしい難しい用語について、まあちょっともね意味がわかんないよなんていうような科学用語を送ってきてください。はい、まあありますありがちですね。はい、はい、そして3つ目は、秋葉で目撃しました、うん、はい、これはシュタインズゲートの舞台である秋葉原でこんな人やあんな人を目撃したよというものです。まあいろんな人いますからね、うん、ぜひぜひ皆さん送ってください。そうです、もしかしたらね、うん、疾風陣雷のナイトハルトだとか、おコキュートスが口癖のね歌姫なんかも秋葉歩いてるかもしれません。本当ですか、うん、コキュートス言いながら歩いてますか。それすごいね試しにちょっとさ、かなちゃん明日やってきてよ、うん、秋葉で秋葉でコキュートスコキュートスって多分翌日ネット界隈で、はい、花沢かなが街歩きにコキュートスコキュートス言ってたぜみたいなことになりかねないですからね。はい、やめときますよ。はい、はい、はい、それでは皆さんね、かえちゃんたかこそろそろね元に戻すとしましょう。はい、行きますよ。メール送信。シュタインズゲートラジオ未来ガジェット電波局。2008年4月渋谷崩壊、そして2009年秋、秋葉原を舞台に新たな物語が始まる。カオスヘッドスタッフが送る 5PB ニトロプラスコラボレーション企画第2弾、科学アドベンチャーシリーズ最新作 XBOX360 用ゲームソフト、シュタインズゲート。数量限定版には未来ガジェット3号機もしかしてオラオラですか、ハードカバー設定資料集ビジュアルコレクションを同梱。通常版7140円、数量限定版9240円で10月15日発売予定。さらにメディアミックスも続々決定。9月26日発売の漫画雑誌月刊コミックアライブ11月号では、サラ千代美先生の描くシュタインズゲートのコミックがプレスタート。本格連載に先駆けて序章が掲載。10月28日には伊藤かな子さんが歌うシュタインズゲートのオープニングテーマシングルスカイクラッドの観測者が発売。11月25日にはファンタズムの歌うシュタインズゲートのエンディングテーマシングル運命のファルファッターが発売。99% の科学と 1% のファンタジーをコンセプトに侵食し続けるシュタインズゲートの世界を見逃すな。シュタインズゲートラジオ未来ガジェット電波局。というわけでね、もうお別れの時間なのです。本当に長かったお、じゃなかった、本当に長かったわ。これが私にとって黒歴史になるのは確実。数年後に思い出した時、枕に顔をうずめて足をバタバタさせるレベル。この恥ずかしめをどうしてくれるの。オカリンはね、グッチョって言ってるよ。全然嬉しくない。まあいいわ、もう二度とやることもないだろうし。そんなことないよ。あのね、このラジオは来週以降もまだまだ続くのです。じゃ、本気？無茶しやがって。世界を陰で操る巨大な組織と戦うためにね、ラボ名を増やさなくちゃいけないんだって。マユシーはあんまり戦いたくないんだけど、オカリンがどうしてもって。世界に混沌をもたらすラジオって最初に言ってたのはどうなった。それはね、期間
ンの目を欺くためのカモフラージュとかなんとか言ってたような。岡部は一体何と戦ってるんだ。だいたい今回のラジオを聞いてメンバーに応募してくるバカは一人もいないと思う。番組内容に致命的な欠陥があるわね。どうせやるならもっとこう科学の最先端研究をしている知的なサークルですみたいなアピールをすればいいのに。詐欺だけど。そもそもメンバーになってほしいのはどんな人なのよ。条件は機関に追われているマッドサイエンティストな人と、コスプレしてくれる人と、おっぱいが大きいロリッコだって。ああ、岡部とまゆりと橋田の個人的な趣味だろそれ。はあ、ねえ、このラジオってやる意味あるの？ああ、クリスちゃん、クリスちゃん、ここで閉めてってカンペが出てるよ。私からの問題提起はスルーか。はい、というわけで今回はここまでみたいです。来週も絶対聞いてね。トゥットゥルー。ここまでのお相手はマユシーとクリスちゃん、じゃなかった、クリスティーナ博士でした。わざわざ言い直さないで。私はクリスティーナなんかじゃないってば。出演はマキセクリス役今井あさみと椎名まゆり役花澤香菜でした。